30周年ありがとう。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎていた。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀00791月、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。地球連邦軍、スペースコロニーをもその勢力下に置き、その国力はジオン公国の実に30倍を誇る。誰もが信じて疑わない連邦軍の揺るぎない勝利。しかし、ジオン軍はモビルスーツと呼ばれる人型の新兵器を投入、誘導兵器やレーダー機器を使用不能とするミノフスキー粒子を利用した有視界戦闘で艦隊を主力とする連邦軍を圧倒したのである。このジオンの新戦術により、開戦からわずか40時間で連邦側に立つ3つの宇宙都市は壊滅。凄惨な殺戮劇はこれだけにとどまらず、ジオン軍は暴挙ともいえる行為に出る。コロニー落とし。ジオン軍によって壊滅した宇宙都市からスペースコロニーを略奪し、地球へ落下させた。ブリティッシュ作戦と呼ばれるこの非道な戦術により、さらに多くの人命は失われ、開戦1ヶ月余りの戦いでジオン公国と地球連邦、そして戦争は膠着。
ガンダム大地に立つ。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。怯えていやがるぜ、このモビルスーツはよ。よし、見てろ、やってやる。当たれ。やりやがったな。やっぱり叩くなら今しかねえ。ジュニー、ザクを爆発させたら
サイドセブンの空気がなくなってしまう。どうすれば。
るよ。僕だって。
せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。すれば容赦はしない。当たりません。そこです。やれるとは言えないけど、やるしかないんだ。いただき。手がザクなら人間じゃないんだ。僕だってモビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということ。よし、僕だって自信があってやってるわけじゃないんだ。当たれ。気に入らんな。戦いとは見て三手先を考えて行うものだ。ジー
非情さ。貴様にもそれを教えてやる。私に出会った不幸を呪うがいい。くそ、相手が機械なら人間じゃないんだ。僕だって逃がすものか。冗談ではない。こんなことでどうするんだ。いただき。してください。よし、この程度なら大した相手ではないぞ。
答えるな。僕がやるしかないんだ。逃がすものか。直撃だと。敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。私にもできるはず。甘ったれるな。敵は待っちゃくれないんだぞ。おのれ、沈ませるものかよ。
正規の軍人を失ったホワイトベースは、しかし効果、今度こそシャアの動きに追いついてみせる。連邦のモビルスーツは化け物か。シャアの猛攻を辛くも退け、大気圏を突破したのもつかの間、ホワイトベースにその雄大な大地を見る余裕はなかった。軌道上の戦いによりホワイトベースの突入角は大きく変えられ、ようやく降り立ったのは地球方面軍司令官ガルマザビの支配するジオンの勢力圏内だったのである。さすがですな、シャア少佐。大気圏で敵を打ち漏らしても敵の侵入角度を変えさせて我が軍の制圧下の大陸に引き寄せる二段構えの作戦でしたか。戦いは非常さ、そのくらいのことは考えてある。無線が回復したら大陸のガルマ大佐を呼び出せ。はあ。敵地で孤立したホワイトベースにの目の前の敵を。ガルマ出撃す。We'll be right back.
We'll be right back.
すれば容赦はしない。この戦いで決着をつける。くそ、こんなところで僕だけやられるわけにはいかないんだ。
なことで引き下がれるものか。貴様らにホワイト。この野郎。
仕留めていけ。敵射程圏内に入ります。前方の敵に集中攻撃だ。他には目をくれるな。
戦って。無理だよ。私僕アムロ。アムロ貴様、戦いが終わっ保証戦いが終わっ僕は今大体今はそんなそんなに何できれば僕だって殴ったね。裏いたしょ。殴ってなく貴様はいい。僕二度もぶった。それが甘っ。もうやらないからな。アムロしっかりして。俺はそれだけの才能。シャア操縦マニュアルってあるんでしょ。私ガンダムに乗るわ。今日までホワイトベースを守ってきたのは自分だって言えない。アムロなんて男じゃない。アムロ
白いモビルスーツめ。しかし所詮は陸戦兵器だ。恐れ、ガンダムがただの白兵専用のモビルスーツでないところを見せてやる。この感触、いける。何？直撃だと？